気づいていきましたね、翔也はね。ポップスでもないし、その出だしのフォークの頃ですね。She
消します。あなたの香りがしないうちに口ずさんだあの歌はもう歌わないのですか。私とっては思い出なのに。いや、いい曲だな。瞑想しました。さあ、まあこういう感じで、フォークソング選んでみまして、うん、こういうライブを3ヶ月に1回、本当はもっとあの毎月のように呼んでもらえたまあ、月1年って言って来てほしい来てほしい。お互いにね、あのその辺は、頑張るとこは頑張って、もっともっとこう広島と福岡の距離が近くなっていけばいいかなと。白いギターとおきどきでした。はい、次回もよろしくお願いします。次回1月くらい。あれ、ああ、そうですね。1月くらい。ちょっと考えております。はい、来てみてください。よろしくお願いします。